宇宙からの色また異次元の色彩とはハワード・フィリップス・ラブクラフトによる小説作品。今日では作品中に登場する宇宙生物を指すこともある。ボストンの測量士が主人公で物語は彼の一人称視点で描かれる。アーカムを舞台に宇宙から飛来した奇妙な隕石に橋を発する奇怪な事件を目撃者の農夫から聞いて、 再構成した形の SF 短編小説。1927年3月に執筆され、SF 雑誌、アメイジングストーリーズの1927年9月号に掲載された。ラブクラフト自身は手紙で、この作品を自己ベストとして挙げたことがある。それだけに、本作の評価に対する落胆が大きかったのか次の、ダニッチの回を執筆するまで短編小説を書くのを、 控えるほどだった。宇宙からの色を編集中1882年の6月にアーカムの西の丘陵と谷の向こうの平野部に住む農夫、ネイハムガードナーの家の井戸の近くに隕石が落下した。ミスカトニック大学の3人の教授たちが同地におむき調査したところ、隕石は様々な不可思議な性質を持っていることがわかる。ビーカーに入れておくと、ビーカーもろとも消滅してしまい。 平ラノに落下していた本体は日に日に小さくなっていき、鉛の箱に入れて保管した欠片も一週間で全て消滅した。隕石の内部には隕石が示すスペクトルと似た色の光沢のある球体があり、ハンマーで叩くと破裂して消滅してしまった。隕石本体もその晩の雷雨で6回も稲妻を引き寄せた挙句、消滅してしまった。 隕石の落下場所の近くに住むネーハムのその年の夏の作物は生育も良く色艶も素晴らしかったが隕石が土壌を汚染していたためか皆不快な味がしとても食べられる白物ではなかったそして冬には異常な跳躍力を見せるウサギや奇形のマーモットが現れたネーハムの家の周囲の雪は溶け方が早く近くに生える水場所は隕石のスペクトルに似退路をし 奇妙な匂いを放っていた。やがてすべての植物が同じように異常な色を見せて輝き、しかも木々の枝は勝手に動き、昆虫たちも巨大化し異常な動きを示した。ガードナー家の人間は肉体的精神的に弱っていき、妻のナビーは発狂した。それでもネーハムは土地を離れず、妻を精神病院には入院させず、症状が悪化してからは屋根裏部屋に閉じ込めた。 馬はすべて狂って馬屋から走り出し、連れ戻しても使い物にならなかったのですべて処分した。近くの草花はすべて灰色になって枯れ、昆虫も死に絶え、井戸の水はひどい味に変化した。井戸の底に何かを見た次男のタデウスも発狂し、ナビーと同じように屋根裏部屋に閉じ込められた。家畜や犬猫も灰色に変じて死に、その死体は乾燥し悪臭がした。やがてタデウスは死に、 三男のマーウィンと長男のジナスは行方不明となる。ネーハムから助けを求められた隣人のアミピアースはナビーがすでに死んでいるのを発見し、そこで奇妙な色彩の蒸気のようなものに遭遇する。そして体が灰色に変じて崩れかけたネーハムは死の寸前自分の見たもの知ったものをアミに伝える。光る何かが井戸の中におり、それが家族に取り付いて、 命を吸っていたというのだ。ガードナー一家が死に絶えた後、網は警察を呼び、事情聴取を受けた後、警官3人を案内することになった。マーウィンとジナスは井戸の底で白骨化して発見された。また、井戸から組み上げられた水は、隕石の中から発した光と同じ色に輝いていた。彼らは夜に井戸が輝くのを目にする。 隕石の中にあった球体の内部にいた何者かが、井戸の中にいるのだ。悪臭が漂い、木々の枝の先は光り、勝手に動き出していた。網たちがその場を離れ、振り返ると、ガードナーの家の井戸とその周辺の地は、木々や、建物や、草花までもが光を放っていた。そして、最後に、井戸から、光が飛ばしると、それは、白鳥座のデネブの方向へ消えていった。そして、 あとには、広い灰色の荒れ地が残され、焼け野と呼ばれ、そこは44年経った今日でも、灰色の荒れ地のままだった。この地は、あとに貯水地として水没する予定となっている。だが、網はそれでも、土地を離れない。彼曰く、光は二筋だった。一方は飛び去ったが、もう一つは、力が足りず、井戸へ舞い戻っていった。そして、今でもそこにいる、と、そう。 網は土地を離れない。いや、離れられない。まるで、ネーハムと同じように。小説、チャールズ・ウォードの奇怪な事件を書き終え、エッセイ、スーパーナチュラル・ホラー・イン・リテラチュアを執筆していた、ラブクラフトは、本作を思いつき最終改訂の最中に同時に、書き始めたとされている。彼は、多くの SF 作品に登場する、宇宙人や宇宙生物の描写に落胆し、 彼の心情とする地球的な考えを捨てたリアリズム、宇宙的恐怖に基づく作品を構想した。そのため本作の目的は全く新しい宇宙生物を提案することにあった。ラブクラフトは賢いに着目し人間に感知できない生物を思いついた。研究者の ST 女子はヒューエリオットの モダンサイエンスマテリアリズムに出てくる限定的な人間の感覚に触れたラブクラフトの以前の作品フロムビヨンドから練り直したものである可能性を挙げている。人間に感知できない生物というテーマはこの後に執筆されたダニッチの回や忌み嫌われた家でも取り上げられた。ラブクラフト自身はロードアイランド州のシチュイット貯水池が着想になっているとしたが ST 女子はマサチューセッツ州の貯水地クオビンコも影響していると考えた。またウィルマレーは頂上現象作家チャールズ・フォートのサンダーストーンズが着想に結びついたのではないかと挙げている。アンディ・トロイはニューヨーク・タイムズ紙のラジウム・ガールズの被爆事件も関係しているとみなしている。本作はアメージング・ストーリーズに掲載され JM でアリガンによって 挿し絵が描かれた。しかし、同志の編集者 SF の父、ヒューゴガーンズバックは、ラブクラフトに25ドルしか支払わなかったため二度と、同志に作品を提出しないと考えるまで失望し、マイケル・アシュリーの SF 雑誌の歴史によると、ラブクラフトとクラーク・アシュトン・スミスは、ガーンズバックをヒューゴ・ザ・ラットとまで罵っている。ドナルド・アール・バーレソンは、ラブクラフトが、 個人的に本作を気に入っていたことも含めて、ワンオブヒズスタイルスティクリーカンセプチリー、ファイネストショー c ストーリーズ、とした。また女子は、宇宙生物カラーには、生物として同期があるのかすら曖昧で、道徳的にも、感情的にも非人間的に描写され、読者に恐怖を与えるラブクラフトの試みが、成功しているとしつつも、文句をつけるなら、長すぎるとした。 ブライアン・オールディスの小説、ザサリー・バツリーは、この作品の本案であるとされる。また、後日のマイクル・シェイも、本作の続編として位置づけられている。本作で登場する生物。これは、他の生物の生命力を糧とし、影響を受けた生き物は、精神を闇生命力と色彩を失って灰色に、変じて、最終的には崩れ去る。主人公が、 農夫から話を聞いた話では、ガス状の生命体であろうと推測しているが、正体も対処方法も不明である。発表から半世紀以上後の1984年、マイクル製作の異次元の色彩では、ラブクラフトが書いた異次元の色彩は、現実の事件をもとに人物の名前と最後の点末を変えたものであったとされ、この生物はまだ地球に潜んでいたとするもの。これは、 生物の生命力と恐怖心を糧とする生き物で、人間の目には奇妙な色彩そのものに映るエネルギー生物。人間の肉を直接食らうこともあり、その場合には獣のような形に実体化する。こちらで登場する生物は、旧神の印に弱いという設定になっている。テーブルトーク版では、宇宙からの色と維持感の色彩の両者を融合させたような設定。養成時は、 ゼリー状の姿を撮り、成長すると非実体化する。本作は、1965年、大モンスター大、1987年、ザ・カーズ、2010年、ディ・ファーバというタイトルで、それぞれ映像化作品が作られた。近年では、2019年に、カラーアウト・オブ・スペース・マイナス・総合マイナスとして、映画化された。ニコラス・ケイジ主演、リチャード・スタンリー監督。 また1990年には岡本乱子によって、2015年には田辺剛によって漫画化されている。2012年12、27には、東ずま監修のもと、原田ま志作画で、全121ページの漫画化がされていると、ナミロク。ST、女子、ラブクラフトの執筆と、哲学、マイクル・シェイ。 維持官の色彩 ISBN41 億5千20万1百358クトゥルフ神話、は TRPG マレウスモンストロルム ISBN47 億5千774万1百 421P29 ありがとうございます